好天に恵まれました四国スタジアムです。パシフィックリーグ公式戦オリックスバファローズ対オリックスバファローズの一戦です。解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくどうぞ。さあ小宮山さん、今日のバファローズどのあたりに注目されてますか？もちろん先発投手ですよね、はい、得点圏にランナーを背負ってからも安定してますから見てても頼もしいですよ。今日も期待したいですね。そうですね。さあどんなピッチングを見せてくれるでしょうか。まずはバファローズの先発山下、四国スタジアムのマウンドに上がります。小宮山さん、まずは先制点をどちらのチームが取っていくのかというところ注目ですよね。そうですね、本当に先制するかしないか大違いですからね。先制点が欲しい両チームの攻防です。インサイド見送っています。次は厳しいところに決めてカウントを整えたいですね。なるほど。さあキャッチャーどこに構えるか。次のボールは甘くなると痛い目に遭いますね。なるほど、そうですか。これが4球目。引っ張った、レフトに強い打球。この当たりはどうか。レフトが追いかけますが頭を越えました。先頭バッターを出してしまいました。ノーアウトランナー1塁です。バッターは注目のルーキー宗。ヒットでランナーを1塁に置いています。最初は変化球できました。ボールになります。ボール先行です。ここはゲッツーを取りたい場面ですね。なるほど。さあそういった配球で攻めてくるのか。バッターよく見ました。アウトの空振り。スリーボールツーストライク、フルカウントになっています。三振です。ワンアウトです。3番バッター紅林。ワンアウトランナー1塁です。マウンド上のピッチャーは山下、そしてキャッチャーは若月。このバッテリーをバファローズ打線がどう攻略していくか。ここはゲッツーを取るようなピッチングが理想ですね。そうですか。さあバッテリーどう組み立ててくるのか。切りました。ファールボールです。引っ張った、ライン際フェア、フェアです。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう。バッターランナーは二塁まで進みました。バファローズピンチになりました。ワンアウトランナー三塁二塁。さあバファローズ先制のピンチを迎えています。やはり先に点をやりたくないのでね、ここは集中ですよ。そうですよね。まあただこういった場面でも力を出せるピッチャーですから期待していいんじゃないでしょうかね。ここはできれば三振を取りたい場面ですね。そうですね。打った、セカンドの右抜ける、一気に右中間へ。セカンドランナー三塁を回った。そしてセカンドランナーも三塁回って今ホームイン。バファローズ先制しました。2対0になりました。序盤ここで離されたくはないですね。まあそして次は警戒すべきバッターが相手ですから、しっかりと自分のピッチングをすることですね。そうですね。さあ気をつけていきたい杉本、打席に入っています。これが2球目。ボールですか。はい、156キロ、高め打ちました。この打球はファールグラウンドへ切れていきます。ファウル。低めのストライク、このストレートにバッターを押されています。フルカウント、ここもファウルです。空振り、ここはランナーを変えさせません。踏ん張っています。ツーアウトランナー二塁です。今の打席はキャッチャーの配球が良かったですね。まあただね、勝負強いバッターを迎えてますからこの打席は要注意でしょうね。引っ張った、広岡一塁へ。一塁アウト、スリーアウトです。しかしこの回バファローズ先に点を取りました。2対0、バファローズ先制です。1回の裏バファローズの攻撃です。バファローズはご覧のようなオーダーとなっています。一方守りますバファローズはご覧のような守備陣です。バファローズマウンドに上がるのは先発の宮城。さあバファローズ打線はどうやって攻略していくんでしょうか。注目の横山、打席に入ります。先頭バッターとしての仕事をしたいところ。初球ストレート見送っています。ボール、
めへの変化球は決まりません。低めの球、ツーボールツーストライクです。打ちました。大きな打球になった。ぐんぐん打球が伸びている。伸びて、バッターランナーは二塁まで進みました。先頭バッター出ました。バファローズノーアウトランナー二塁です。さあバファローズ得点圏にランナーを置いています。早い段階で点を取られてますから、できるだけ早いうちに返しておきたいですね。なるほど、そうですね。さあこのチャンスをどう生かしてくるでしょう。送りバントだ。三塁方向、ピッチャー取った。際どいタイミング、一塁アウト。きっちりと送ってきました。ワンアウトランナー三塁。まずはボールから入りました。さあ2球目は何か、きっちりと見極めました。まあ、ここは球種コースを絞って狙っていくカウントですね。なるほど。さあバッターは何を待っているか。外角低めのストライク、150キロ、よく見極めました。フォアボールです。貴重なランナーが出ました。チャンス広がります。しっかりつなげましたね。まあ、次は勝負強いバッターですから、非常に期待が持てると思いますね。その期待に応えてほしい。打席に入っています。レフトに持っていった。ワンバウンドヒットになった。ボールが中継、サードランナーホームイン。バファローズ1点返しました。2対1になりました。1点差に詰め寄ります。さあそしてバッターボックスにはトーマス入っています。さあチャンスは続きます。まあ、ここは同点にするためにも続いてほしいですね。なるほど、そうですよね。最初は変化球できました。ここは少なくとも犠牲フライを打たないと。ライトに持っていった。ワンバウンドヒットになった。サードランナーがホームに帰っていきました。バファローズ同点2対2。なおも三塁二塁のチャンス。したいですね。まあ、いい場面でいいバッターですから、期待を持っていいんじゃないですかね。このチャンスに期待がかかるゴンザレス、バッターボックスです。見送ってまずはストライクです。まあ、ここは犠牲フライで OK ですね。内野はバックホーム体制ですね。とにかく得点を許さないつもりですね。そのようです。ここはストレートを続けてみてもいいかもしれません。空振り三振、タイムリーとはいきませんでした。このチャンス、しかし打つことはできません。打席には7番バッター若月。バファローズこの回2点を入れています。さあ試合を振り出しに戻し、なおも1打勝ち越しのチャンスです。初球打ち大きいぞ。しかしこれは追いつくか。掴んで3アウト。勝ち越しは許しませんでした。しかしこの回バファローズ貴重な得点が入りました。1回終わりました。2対2、バファローズ同点に追いつきました。2回になります。7番から始まるバファローズの攻撃。バッターは T 岡田。バファローズ同点で迎える序盤です。小宮山さん、立ち上がりのピッチャーの心理というのはどんな感じなんでしょうか。まあ、どんなピッチャーもそうなんでしょうけども、ボールをコントロールできるかどうかっていうのをとにかく不安になってますよね。そうですね。さあしっかりコントロールできるか。インハイ決まっています。あっという間に2ストライクです。さあ外してくるのか。ファウルになります。次のボール外すのであれば、その次のボールの伏線ですね。打ちました。ショートが取る。アウト、ワンアウト。バッターボックスは8番。まずはワンアウトを取っています。枠いっぱいに決めてきました。ストライクです。高めストライクになります。ノーボールツーストライクです。変化球空振り。バッターは注目のルーキー西野。ツーアウトランナーありません。初球は何から入ってくるか。初球ストライク。今の球には手を出しませんでした。ストライクです。ノーボールツーストライク。変化球で空振りを取ります。スリーアウトチェンジ。
この回バファローズ三者凡退です。2対2同点です。2回裏に入りますバファローズの攻撃。バッターボックス広岡。バファローズ同点で迎える序盤の攻撃です。先頭バッターとしてまずは塁に出たいこの回の攻撃です。ここで勝ち越して流れが欲しいですよね。そうですね。自由自在のピッチングを見せます。あっという間に2ストライクです。インローボール。変化球空振り。ワンアウトです。バッターは9番に入っている宮城。まずは先頭バッターを三振に仕留めています。インサイド落ちました。ファウルになります。振り遅れてますね。打ちました。痛烈。ここもファウルです。変化球空振り。ツーアウトになりました。打順は1番に帰ります。バッター横山。先ほどの打席でライトへのツーベースヒットを放っています。ツーアウトランナーありません。初球はボールから。スピードボールを持っています。これは引っ掛けてしまった。紅林。判定はアウト。スリーアウトチェンジです。この回バファローズ3人で攻撃を終えています。打順はトップに帰って中川。ここはさっき打たれたカーブの使い方には注意したいですね。そうですね。そういったポイントを抑えた配球になってくるかどうか。初球ボール。2球目打ちました。ヒットになった。これでマルチヒット。ノーアウトランナー1塁です。このランナーをどう生かしてくるんでしょうか。2番バッター宗。ヒットでランナーを1塁に置いています。初球は空振りです。できればゴロを打たせたいんで低めを攻めたいですね。そうですか。さあバッテリーどう組み立ててくるのか。ここはゲッツーを取るようなピッチングがありそうですね。なるほど。さあそういった配球で攻めてくるのか。さあ追い込みました。今のが変化球ですから次は内でも外でもまっすぐでいいと思いますね。なるほど。さあ何を選択してくるか。打ちました。取った。二塁へ。セカンドフォースアウト。ワンアウトランナー一塁となりました。さあ勝ち越しのランナーを一塁に背負います。バッターボックスには紅林。そして塁上には宗。ここはランナースタート。キャッチャー送球して盗塁成功。いやー痛いですよ。勝ち越しのランナーですからね。やはり足のあるランナーは怖いですね。そうですね。外低めの球。ワンボールツーストライクです。になりました。レフト前ヒット。これでマルチヒット。さあここは警戒です。さあまず1球目。まずはボールから入りました。できれば三振を取りたいですね。ここはなるほど。外の球打った。お手元の内野ゴロ。一塁送球。一塁アウト。バファローズ勝ち越しました。3対2バファローズ。なおもピンチが続きます。バッターは5番杉本。バファローズこの回1点を失っています。さあ勝ち越しを許しなおも得点圏にランナーを背負います。インコース。これは外れます。ボール先行です。バットを出していきましたが空振りです。低め空振り。さあ2ストライク追い込みました。ストレート打った。ホームに送球する。ライト前ヒット。バファローズさらにピンチになりました。
ファウルボールです。いい当たり、ワンバウンドヒットになった。サードランナーホームイン、バッターランナーは二塁まで進みました。バファローズ追加点、4対2バファローズ、なおも三塁二塁のピンチ。ここで離されたくはないですね、まあ、そしてこのバッターはチャンスに強いですから丁寧にいった方がいいでしょうね、その警戒すべき T 岡田が打席に入っています。ちょっとカウント苦しくなっています。まあ、厳しいところを攻めに行ってカウントが悪くなったら歩かせるってこともありますからね。おっとどうだ、ファウルボール。まあ、ここはゾーンギリギリを狙った勝負ですね。空振り、ここはランナーを変えさせません。この回点は取られましたがここで食い止めました。しかしこの3回の裏に入ります。追いかけるバファローズの攻撃、2番バッター福田。バファローズビハインドで迎える中盤の攻撃です。サニさん、まずは出塁してチャンスのきっかけを作りたい、そんな場面ですね。まあこの点差であればまだ分かりませんからね、とにかく出塁したいですね。そうですね。3球目は何で来るか、打ちました。これはどうだ、ヒットになった。先頭バッター出ました、バファローズ。ノーアウトランナー1塁です。3番バッター西川、前の打席ではフォアボールを選んでいます。ヒットでランナーを一塁に置いています。ファウルになります。ここは併殺だけは避けたいですね。なるほど、そうですね。これが3球目、ファーストランナースタート、キャッチャー二塁送球する、セーフ、盗塁成功。この盗塁は大きいですよ、チャンスになりましたね。やはり走力というのは大きな戦力。空振り三振、ランナー返すことができませんでした。さあそしてバッターボックスには入ります。さあワンアウトになりましたがなおもチャンスは続きます。今のうちに1点でも多く返しておくことが重要ですから、この打席はしっかり得点に結びつけたいですよ。なるほど、そうですよね。チェンジアップには反応しません、ボールです。いやー、角度のあるクロスファイヤーいいですね。ワンボールツーストライクと追い込んでいます。さあ変化球打った、ボテボテの当たり、ファーストが抑えた。そのまま一塁に入ってアウト、しかしこれは進塁打になりました。さあそして打席にはトーマス入っています。さあツーアウトながらなおもチャンスは続きます。まあ、こういったチャンスをものにしないといけませんから、今度はしっかりつなぎたいですね。なるほど、そうですね。インサイド打った、ショートの右掴んだ、一塁へ、一塁アウト、これでスリーアウト。バファローズサードランナー残塁に終わっています。3回終わって4対2バファローズがリードしています。回は4回の表に入っています。バファローズの攻撃、打席には8番バッター。バファローズビハインドです。さあ小宮山さん、これ以上離されると厳しいですからしっかり抑えていきたいですよね。ここで点を取られると投げてる自分が一番苦しくなりますから、粘りの投球ができるんでしょうか。外の低めです。ナイスボールですね。はい、ワンボールツーストライクです。4球目は何で来るか、インコース外れてボール。見逃し三振、まず一つアウトを取りました。バファローズここでピッチャーが変わります。マウンドに上がるのは2番手の山田ピッチャー、背番号57、9番バッターボックスは9番西野正弘。山田まずは先頭バッターを三振に仕留めています。
最初は変化球できました。改めてお聞きします、この西野どういったタイプのバッターでしょうか。まあ、逆方向への渋いヒットが印象的なバッターですね。そうですか。インコース見送ります。ワンボールツーストライクです。引っ張った、ライトへ打球伸びる、ライトライナー掴んで、これでツーアウトです。打順は1番に帰ります。バッター中川、今日はここまでマルチ安打を記録しています。ツーアウトになっています。インサイド変化球決まっています。得意のボールでストライクを取りました。2球目打ちました。ワンバウンドヒットになりました。これで3打数3安打の猛打賞。ツーアウトランナー1塁、バッターボックスは2番宗。今日は盗塁を1つ成功させています。ヒットでランナーを1塁に置いています。最初は変化球できました。低め見送っています。ストライクを取ってこれで追い込んだ。緩いボールできました。平行カウント、これはバット出ず三振です。いい球を見せました。強打を警戒しつつ素晴らしいボールを投げ込みましたね。ランナー出ましたがバファローズ得点には至りませんでした。4対2バファローズがリードしています。オリックスバファローズ4回裏の攻撃になります。バッターは6番モンザレス。バファローズビハインドで迎える中盤の攻撃です。空振り、次が2球目、変化球外れました。ライト方向流しました。これはどうか、先頭バッター出ました。バファローズノーアウトランナー1塁です。バッターボックスには7番若月。先ほどの打席はレフトフライに倒れています。ヒットでランナーを1塁に置いています。バントしました。ピッチャーが取る、1塁へ、アウト、ワンアウトです。送りバント成功です。ワンアウトランナー2塁となりました。初球抜けてしまったでしょうか。大きく外れます。うちのボール打った、ぐんぐん伸びる、レフトフライ抑えてアウト。中継にボールが送られる。ツーアウトランナー二塁となりました。ここは続いておきたかったんですけどね、まあ、まだチャンスは続いていますんで、しっかり点に結びつけていきたいですね。そうですね。さあ、このチャンスでバッターボックスには9番の野口入っています。改めてお聞きします、バッターの野口、どういうバッティングをしてくるバッターなんでしょう。まあ、そうですね、状況にもよりますが、基本的には初球から積極的にいくタイプで、フルスイングが身上の強打のバッターですね。そうですか。さあ、仕留められるか。いやー、よく見ましたね。あっさりと追い込んでから粘られ、フルカウントとして際どいが、あっとフォアボールです。いやー、選球眼がいいですよね。バッターよく見極めました。これが1球目、初球ボール球です。これは変化球、あっと入らない、ボールが3つになります。外角低めのストライク、しっかり捉えた、抜けた、セカンドランナー帰れば1点差、ホームに送球、左中間へのヒット、これでマルチヒット、しっかりつなげてきましたね。さあ、そしてこのチャンスで打席には2番の福田入っています。まずは見送ります。ワンボール、ストレートを狙ってたんでしょうかね。
高め、見送ってストライクです。ワンボールツーストライクと追い込んでいます。空振り三振、タイムリーとはいきませんでした。あと1本が出ませんでした。同点のチャンスがあったバファローズですが、そのチャンスを生かせませんでした。4回終了、4対2、バファローズがリードしています。5回の表にゲームが進んでいきます。オリックスバファローズ、打順よくこの回はクリーンナップから始まります。プレバヤシ、バッターボックスに入ります。今日はここまでマルチ安打を記録しています。バファローズビハインドです。打ちました、横山、一塁送球、アウト、ワンアウト。バッターボックスには4番森友也、先ほどの打席で勝ち越しとなる打点を挙げています。山田、まずは先頭バッターを打ち取っています。インサイド落ちました、ファウルになります。インサイド落ちました、これはどうだ、アウト、ツーアウト。打席には5番バッター杉本、先ほどの打席はライトへヒットを放っています。ツーアウト、ランナーありません。初球ボール、いいコースだったんですけどね。はい、ボール先行です。うーん、次のボールは甘くなると痛い目になりますね。引っ張った、サード取った、一塁アウトで3アウトチェンジです。この回バファローズ三者凡退です。4対2、バファローズがリードしています。これから5回の裏、オリックスバファローズ、打順よくこの回はクリーンナップから始まります。バッターは西川、バファローズビハインドで迎える中盤の攻撃です。初球簡単にストライクを取ります。ボールになります。ファウルになります。これもファウル。高めのボール打ちました、センターへ打球伸びる、センターライナー掴んで、まずワンアウトです。バファローズ、ここでピッチャーが変わります。4番を迎える場面でマウンドに上がったのは4番バッター。先ほどの打席はファーストゴロに倒れています。まずはワンアウトを取っています。これが初球、インコース詰まりました、ここは打ち上げています、掴んでツーアウトです。打順は5番トーマス、先ほどの打席はショートゴロに倒れています。ツーアウトになっています。アウトコース決まってストライク、スピードボールを持っています。痛烈、これはセカンドライナー。反撃したいバファローズでしたが、ここは三者凡退に終わっています。5回終わって4対2、バファローズがリードしています。今画面に出ているのが先ほどの配球です。初球空振りです。2球目打ちました、取りました、アウト、ワンアウトです。さて小宮山さん、バッテリーはどんな思惑でしょうかね。まあ、そうですね、一発が怖いですから、やはり低め中心のピッチングになると思いますね。なるほど、そうですか。最初は変化球できました、得意のボールでストライクを取りました。引っ張った、一塁そのまま入ってアウト。打順は8番、ツーアウト、ランナーありません。
最初は変化球できました。引っ張った、取りました。一塁アウトでスリーアウトチェンジです。この回バファローズ3人で攻撃を終えています。6回の裏、追いかけるバファローズの攻撃、打席には6番バッターゴンザレス。先ほどの打席はライトへヒットを放っています。バファローズビハインドで迎える終盤の攻撃です。西さん、チャンスを作るにはとにかく塁に出なければいけません。やっぱりこの回でね、得点できるかできないか、これは大きいですよね。入りました。ワンボールツーストライクと追い込んでいます。誘ってきましたね。インサイド落ちました。センターへ抜ける。これでマルチヒット。ノーアウトランナー一塁です。7番バッター若月、ヒットでランナーを一塁に置いています。初球空振り。この打席ゴロを打たすようなボールには気をつけたいですね。そうですね。さあ何を狙っていくか。大きく外しています。引っ掛けさせようかというボール、振っていきましたが三振。ワンアウトです。バッターボックスは8番広岡。先ほどの打席はレフトフライに倒れています。ワンアウトランナー一塁です。初球ボール。中途半端なバッティングで併殺というのだけはさ。2球目打ちました。ヒットになった。ヒットが出ます。ワンアウトランナー二塁一塁。さあバファローズ得点圏にランナーを置いています。大事ですね。ここで得点できるかどうかで大きく左右されると思いますからね。なるほど、そうですね。さあこのチャンスをどう生かしてくるでしょうか。バッターボックスには野口入っています。もちろん併殺狙い、外に逃げるようなボールでした。中途半端なバッティングで併殺するのだけは避けたいですね。なるほど、この打席のポイントになりそうですね。一、二塁間クリーンヒット。二塁ランナー三塁も回った。セカンドランナーホームイン。バファローズ1点返しました。4対3、その差を1点としました。打順はトップに返って横山。バファローズこの回1点を返しています。さあ1点を追いかけ、なおも一打同点のチャンスです。さあここもつないでいけるか。さあ初球は何か。低め打った、セカンドの左抑えた。二塁アウト、ダブルプレイ、チェンジです。しかしこの回バファローズ点差を縮めていきます。6回終わって4対3、バファローズが1点差まで追い上げました。7回の表バファローズの攻撃、バッターボックスには9番西野。先ほどの打席はライトフライに倒れています。バファローズ1点ビハインドで迎える最終回です。小宮山さん、最終回のマウンドに上がってきました。最後までどうなるかわからないですよね。まだ点差。センターに抜ける、西野、これが自身本日の初ヒットになります。ノーアウトランナー1塁です。ここはゲッツーを取りたい場面ですね。そうですか。さあバッテリーどう組み立ててくるのか。打ちました、セカンド送球、二塁アウト、一塁転送アウト、ダブルプレー。バファローズここでピッチャーが変わります。マウンドに上がるのは3番手の山岡。バッターボックス宗、今日は盗塁を決めています。バファローズダブルプレーでランナーなくなりました。初球これは大きな変化球、得意のボールでストライクを取りました。変化球タイミング合いません。ノーボールツーストライクです。ボールになります。ボールになります。変化球空振り、スリーアウトチェンジ。この回バファローズ結局3人で攻撃を終えています。4対3、バファローズが1点をリードしています。
最終回オリックスバファローズの攻撃、そしてバファローズがマウンドに送るのはもちろんこの人です。さあこのピッチャーを打ち崩せるか。打順は2番福田、今日は盗塁が1つあります。バファローズ1点ビハインドで迎える最終回です。西さん、最後の攻撃何としても塁に出たいですよね。まあそうですね、やっぱり意地を見せてもらいたいですよね。この最後の攻撃ドラマを作れるんでしょうか。インサイド落ちました、ワンバウンドヒットになりました。これでマルチヒット、ノーアウトランナー1塁です。バッターボックスは3番西川、先ほどの打席はセンターフライに倒れています。ヒットでランナーを1塁に置いています。まあ向こうは閉鎖線、走ってきた、キャッチャーは2塁へ、セーフ、盗塁成功。いや早いですね。外のボール打っていった、送球する、ライト前ヒット、今日の初ヒットがここで出ました。さあそしてバッターボックスには入ります。ここは好打順ですから勝負どころですよ。さあチャンスが続きます。まあこの場面でしっかり追いついて勝機を伺っていきたいですね。なるほど、そうですよね。ここは最低でも犠牲ぐらいという場面ですね。そうですね、切りました、ファウルボール、ファウルです。中間守備で来てますから、どの塁に送球するかの一瞬の判断が重要になってきますね。あ、なるほど。ストレート打った、セカンド取った、二塁へ送球、二塁フォースアウト、アウト、ダブルプレイ、バファローズ同点、4対4、振り出しに戻りました。バッターボックスには5番トーマス、バファローズ土壇場で同点としています。西さん、ここからですね。そうですね、なんとかサヨナラに持ち込みたいですね。さあこの勢いをこのまま続けることができるか。振ってしまいましたね。そうですね、ノーボールツーストライク、ボールになります。バットに当たりません、三振、試合終了。勝敗つかず、このゲーム引き分けとなってしまいました。引き分けとなりました。本日のご来場、日産両チーム全く譲りませんでした。まあ引き分けですけれどもね、まあこれも野球です。次の試合楽しみですね。はい、引き締まったゲームになりましたね。結局今日のゲームは引き分けという結果に終わりました。